どうもこんにちは、アニマルトレーナーのクルドと世界一かわいい日本ジャガのタイくんでーす。頑張っていきましょうね。はい。ここで撮影するのあんまりないもんね。ちょっと反応が遅れたりし、はい、というわけで、ここですね、私がいつも舞台の大道具とかを作ってる作業場なんですよ。はい、あの舞台裏の一部なんですけどね。はい、で私大道具とかも作るんです。ショーの動画とか見れば分かるんですけど、何映像を映してるセットとか自分で私作ってるんですよ。あはい。で、カイ君もね、そういう大道具作りとかさ、ちょっと見したことなくて、うん、だからそういうのを一緒に作ってみたいなって思ったんですよ。なんでちょっと今日一緒にね、工作をしていこうと思います。はい。全然聞いてない。つまんないなぐらい。で、だから、カイ君ね、今日何作るかっていうと、立て、椅子ね、ここいつも、100均の椅子を使ってたんですよ、今までずっと。ね、だから、ちょっとカイ君用のさ、かわいい椅子を作ろうと、ね、思ったわけですよ。いいやつを作りましょうね。ずっと使っていけるやつ。はい、頑張ります。イェイ。中学系で、最初さ、木を切り出すんですけど、それはね、さすがにちょっとカイ君にやってもらうのが危ねえかなと思うんで、切り出しは僕がやります。そこは危ないんだよな。そこは危ないから触っちゃダメよ、ね、うん、触んないでいいっすよ。触んなっつってる。向こうちょっと見てて、ね、だからどうしようかな。だからカイ君ね、向こうで見てる。向こうで見てる。そんな、なんか現場監督みたいな感じになんなくていいんだけど。緊張しちゃうから。ちょっと緊張しちゃうから。向こうに、普通で見てね、普通に。うん、向こうに。現場、いいよ。いや、それでいいわ。それで見てね。僕もね、そんな大道具作りをさ、誰かに教わったとかさ、雑誌にね、教わったとかじゃないんで、半分なりみたいな感じなんですよ。で、多分見ててさ、お前それはさ、みたいな感じになるかもしれないですけど、ご了承ください。温かい目で見てくださいね。はい、最近はしゃがんでるし、一緒でいいんだね。これから作るけどさ、切り込みちょっと可愛いじゃん。ちゃんと作りましょう。現場監督ポジションにずっといなくていいから。ちょっとタイトもここから作ってくんだからね。このね、インパクトですよ、これ。重たいよ、離せよ、ほら。重いね。危ないからね、これ。ちょっと見ててよ、ここ危ないからね。ちょっと見てて、触んなっちゅう。見ててよ、これね、いくよ、ほら。これね、ほら。危ないからね、こう、回ってるでしょ。危ないからね。
さて、なんかね、あった、うん、よしよし。いい子だ、いい子だ。はい、さて。そっちやね、現場監督じゃなくていいから、こっちやね、あぶり焦げたし、大丈夫だし、マジそうだって、マジそうそう。新しい椅子を作るまではそれを使うわけですよ。とりあえず見ててよ。ね、どういうことていくのがやっぱ一番楽しいよね。うん、そう思う。見てよ、見てよ。ほら、こんな感じ。恥じない、恥じない。椅子になるから恥じない。結構力入れたらな。一緒にやるか。とりあえずビス、あのビスを打つの。ほら、どこ持ってば？持ってよ。いくよ。閉めて、閉めてから、閉めて、閉めてからね、いくよ、いくよ、持ってるよ、持ってるよ、いくよ、せーの、うっ、ほら、閉めてよ、どういう、なになになに、なになに、まあ、木は立ち入れたかったら気持ちわかるけどね。ほら、もう、椅子じゃない？ね、もう椅子じゃんこれ。ね、ちょっと見てよこれ。おい、おい、ほら、右、椅子椅子。崩していかないで。崩していかないで。形はね、こんな感じの椅子なんですよ。こんな感じ。もうすまん、もうすまん、早い。じゃあ、え、そう、それは早い、それは早い、すまんって、なんか、崩れるやんけ。ちょっと待って。ちょっと曲がってきたし。ちょっとさ、ちょっととりあえず組んじゃおう、組んじゃおう。どうしようかな、だから。ビスとかさ、打つのはやっぱり体育難しいからね、だから、組むの、でも一緒にね、組むのも やりたいんだよな。で、ビス打つから、これをさ、こうね、最後ここ乗せて始めなんだけど、だから持ってて、ビス打つから、そこじゃない、そこじゃないんだ、押したし、ちょっとね、ここにね、ここの人、ここに、ここの人、スワフなさ。途中なんですよ。まだできてないんですよ。まだすまんないよ。それをちょっとちょうだい。これいらん、これを使うの。これをここ乗せて、そしたらここ乗せて。なんで揺れてんの。ちょっとなんか緊張してる人みたいだから、いい。でこれを今からビスで打つから、持ってそこじゃない、そう持ってたよ、そう持ってたよ。よし、あ、これいいね。動かないし、あ、それいい、これいいぞ、これいいぞ。押さえ係いいぞ。これビスで全部作っちゃうとさ、タイ君のこう手伝うポジションポイントがあんまりないからさ、だからあれか、釘でさ、ちょっと一回さ、タイ君が釘をさポンって打つんだったらいけそうじゃない？一回それやってみよう。で、ここね、ここちょっとこう、釘も刺してあるから、途中まで。ここを、最後さ、カイ君にスコンって打って、で、ね、止まったらさ、カイ君も手伝ってよってなるじゃん。ちょっとやってみよう。はい。で、これ持って。そう、持って。で、ここだからね。いけるね。ここだからね。頑張ってよ。そう。そんな振りかぶる。そんな振りかぶります。ちょっと待っていいですか。ちょっと待っていいですか。行く気だね、これ。本当に首に行くんだろうね。大丈夫だろうね。行くよ。そのままじゃあ打ってごらん。外してるし。外しとうね。ここだから、もう一回やってごらん。あれよ。打ってごらん。打て。はい。帰って。言ったけど、えらい、すげえ曲がったんだけど。えれ曲がったんだけど、俺。正確にやるのってやっぱ難しいよね。うん、難しいと思うわ。現場監督ポジションから戻して。これいや、これ抜かなきゃいけないから。はい、抜こう。じゃあ、ちょっともうそこで僕、打つぞ。はい、ありがとうございました。監督席から拍手が受けられております。ありがとうございます。ほら、椅子できた、椅子。ほら、もう座る。あ、じゃあ、舞台で座ろう、一回。ね、もうせっかく完成しましたから。
舞台行きましょう。はい、というわけで完成しました。イェッ。はい、こちらでございます。で、いいじゃないですか、こう可愛らしいね、可愛らしい感じの椅子ができましたよ、うん、でも最後はやっぱこう座り心地を楽しんでください。楽しいか分かんないけど、ちょっと座り心地を確かめてくださいよ。はい、座って、これ座って、うん、座って、これどうですか、いい感じじゃない。で、横から横にし、ほらほら、うん、ほら、ね、足の高さもちょうどいいし、はい、いいじゃないですか。いいね、うん、よし。一緒に作ったんですよこれ。、ね、はい、じゃあまあね、一緒に椅子を作りましたという、はい、初めてね、工作にチャレンジしましたっていう。まあでも女子としてやっていくのはちょっとね、辛いかな。あれ取ってこれ取ってぐらいかな。まあでもありがとうね、大会ありがとうね。大会なりに、場を和ましてくれたりとかしたから。じゃあ最後ちゃんと挨拶してやりましょう。練習に座った状態で、はい、じゃあバイバイ。